日本オオカミは1905年に絶滅し、その原因は主に人間活動によるものです。主な要因、明治時代以降の狩猟獣の普及と政府による駆除奨励により個体数が激減、家畜被害、家畜への被害が問題視され、駆除が強化された。生息地の減少、森林伐採や開発により生息地が減少、感染症、犬から伝染したディステンパーなどの病気が原因で死亡した可能性、人間による影響、害獣駆除、家畜被害を防ぐため積極的に駆除された。生息環境の変化、森林伐採や開発により餌となる動物や隠れ場所が減少。文化的背景、狼は害獣として認識され、駆除が正当化された。未来への展望、日本狼の復活研究が進められており、将来的には復活が実現する可能性があります。人間と野生動物の共存、人間と野生動物が共存できる社会を目指していく必要があります。日本狼の絶滅は人間活動による多面的な要因が重なった結果です。未来に向けて人間と野生動物の共存を模索していくことが重要です。